広島青団法人会新春講演会出会いに感謝。2016年カープを25年ぶりのセントラルリーグ制覇に導いた尾形浩一さんをお招きします。日時は令和4年1月17日月曜日午後3時から。場所は秋グランドホテル。お問い合わせは広島青団法人会まで。電話0829205102。最初ちょろっと曲入るんですね。パーソナリティ木村道太です。東園めぐみです。廿日市の高校生と世代を超えて楽しく真剣に未来の廿日市を考える番組、廿日ラジオ。毎月第2第4金曜日午後7時から放送。 FM 廿日市ホームページからアーカイブ配信もお楽しみに。大竹徳さんゴーゴーラジオ。皆さんこんにちは。アーティストのミート、本格派ロックバンドザ・ギブ・アンド・プレゼンツ、ドラマーのショーちゃんだよ。イエーイ。この番組は広島県の西の玄関口大竹市の魅力を特産品などを通して伝えていこうという趣向となっております。楽しみですよね。みんな楽しみにしてくれてるのかな、毎月。どうかな、ね、どう私の周りではね、結構反響が多いですけどもね。あ、そうなんですね。さて今日はね、はい、2021年、もう師走になりましたけども、12月の18日、はい、大竹市のね、久場漁協で大竹水産551がね、盛大にまた行われましたね。はい、今月も行われました。朝寒かったんだけどね、すごい寒かったけど、雪がね、はい、まだ残ってましたか。うちは出るのにちょっとどうしようかなと思いました。大竹の駅前は雪が思いっきり残ってましたね山の方を見ると、うん、もう雪景色っていうんですかね。そう、白かったね。車カチンコチン、うん、漁協に行った時にね、言ってたんですけど、はい、北林さんがね、言ってたんだけど、うん、寒くて魚がいないって言ってましたよ。寒くていない、いや、寒くて脂が乗って美味しいって、そっちを、そっちなんだ、うん、ね、でも少なかったって言ってましたよ、魚が、うん、それは鮮魚の方ですかね。かな、鮮魚ちょっとね、私、うん、今日見てないんですけどもね、うん、今日でもね、あたた島からね、いりこ売りのね、子供たちが来たのでね、いりこ売り、いりこ買いました。そのいりこって、うん、だしを取るいりこもいいんだけど、うん、だしもだけどね、そのまま、そのまま食べるあのいりこが美味しい、うん、なんかね、あの酢につけたらいいって。酢、うん、お酢、お酢、そのまま酢につけて、うん、それをちょっとふや戻すって、ふやかす、戻す酢に酢漬けみたいなになるじゃないですか。あ、こう大きいもんね、いりこがね、すごくと、ね、はあ、はあ、はあ、やってみようかなと思いますね。あのちょっと大きいもんね、うん、ちっちゃい分じゃなくて、うん、ちりめんみたいなちっちゃい分じゃなくて、はいはいはい、食べ応えがありそうでしたよ。やってみようと思います、早速。それもどちらかというと大竹の特産になるんじゃないかな。だって温島のじゃん、もんだってね。そこの人をまた呼んで、うん、ね、プレゼントをいただいちゃうゲストに呼びますか、はい、そういうのもいいですね、はいはい、そのね、今日の現場での様子は、はい、今日、うん、取材に来ていただいてたので、あ、その時の様子流してもらいましょうか。皆さんとじゃあ一緒に聞いてみましょうか ね。聞きながらちょっとお話もしちゃう。はい、お願いします。おはようございます。おはようございます。自己紹介お願いします。大地です。はい、はい、毎月第3土曜日の、はい、大竹水産551、はい、もう本当に今ね、クバの大体コンボ盛り上がってますけど、はい、すごいお客さんがね、来られてます、はい、いつもいらっしゃるんですか。いやいや、久しぶりに来たんですよ。はい、今日ね、ハマチとかも入荷するっていうことで、はい、ちょっと来てみようかなと思いまして。はいはいはい、多分ね、まあ、いろんな魚介類、そしてあたたハマチを目指してね、買いに来られてる方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、もうすごい大行列になってますね。そうですね、もういつもだいたいね、もうみんな待ち構えて、もうざーっともう買われていくようですね。で、受付のところもこうあったんですけれども、まあ、毎回そうなんですけれども、
予約受付もあって、はい、すごいですね。すごいですね。本当にもう予約された方はね、あの奥のタイタイコンボっていうあの調理場で、あのもう必死でさばいてますよ。ヒラメとかね、すごいこうあの水槽があるんですけど、はい、生けすがあるんですけど、はい、あそこにね結構でっかいヒラメとかね、はい、いましたね。あれカレーかな。まあね、あのお魚だけじゃなくてね、周りにはお野菜もあったり、そうですね、大竹のね、あの特産品、まあ、あのそういう特産品をずっと開発されてる方も、いろいろ出品して、はいはい、でまあお酢とか、まあ新鮮な野菜とか、今回はなんか温島漁協さんがなんかこれでいりこもなんかずっと出されてるみたいですね。はい、はい、あ、いいですね。だからお魚だけでなく大竹のいろんな特産品が、まあお求めになれるというような感じでしょうかね。いやね、本当今日も天気もいいですし、はい、まあ、寒いですけどなんか気持ちいい寒さですよね今日ね。そうですね、雪降ったんで昨日はめっちゃね、はい、夜寒かったですけど、はい、朝起きたらもうあのちょっと雪かぶってましたけども、でもまあね、今日は天気にも恵まれて、まあ、かなりこう大勢のお客さんがいらっしゃってるみたいですね。ね、あの入山市長様も、まあ、一応お客様として今日はいらっしゃっていると。そうですね、はい、あの市長も副市長も、総務部長も来てました。総出で来てましたね。素晴らしいですね。まあね、大竹市民の方、あの近郊の方はもちろん、ね、廿日市の方も岩国の方も皆さんね、ぜひこのね久場漁港、本当にこのにぎわい、お越しいただきたいですね。そうですね、まあ、あの廿日市方面とか、あの広島市の方からも随分なんかあのお見えになって、かなりこれあのリピーターの方もいらっしゃるようですね。もうかなり定着してるんで、もう本当あの毎月、第3土曜は、551大竹水産551ということですね。おはようございます。おはようございます。あの大竹市の日、はい、日野です。どちらからいらっしゃったんですか。大竹の、大竹 の、 あの栄町です。いつもいらっしゃるんですか。あの久しぶりに来ました。久々に来た。久々です、もう本当に朝からすごいにぎわっていて。そうですね、以前来た時はこんなんじゃなかったんですよ、びっくりしてちょっと、久しぶりに来て 大人気。はい、あのもう買うもんがない状態。そうなんです。あのレモンハマチ、ハマチレモンが目的だったんですけど、もうないみたいで。あの大竹水産551は9時半から始まるんですけど、でももう9時ぐらいに来とかないといけないですね。いけないですね、並ばないと。はい、大人気。これ今あのずっと並んでるんですけど、これ何をこれ並んでるんですか。これ多分会計。あ、もうそのまま会計だと思うんですよ。あのね、いろんなお魚がたくさん、魚介があって、はい、まあ、目の前サザエがあったりホタテがあったり、はい、そうですね。何買いましょうかね。これ今日はちょっともう断念して来月、リベンジをしようかなと、ね、もう9時前に来といた方がいいです。そうですね、もう9時前に来て、はい、車止めて待っとこうと思います、ね、でもね、これにぎわってますけど、あのこのやっぱこの曲があることによってさらににぎわっていいですよ ね、 すね、もしこれなかったら寂しいですよね。はい、またでは来月お会いしましょう。はい、来月、はい、はい、また参ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうですか。すごい盛り上がってますね。やっぱ曲がないと寂しいですね。あ、そうですね、ずっとね、後ろで我々もね重宝してるんですね。よかった。なんかそういう曲って嬉しいですね。うん、なんかすごいたくさん、言ってくれてた人いましたけど、はい、詳しく第3土曜日、第3土曜日そしてなかなかね、今日早く来ないと手に入らないから次回はって、すごい、そうそうそう、もう人気でやっぱり狙うものっていうのはね、皆さん結構にあの似てらっしゃるんでね。まあ、今はまさにね、あたたハマチとレモンを入手するべき最高の時期ですね。そうですよ、はい、はい、いや盛り上がったということで、はい、はい、この番組は日本の食卓を豊かにする大竹ブランド向上委員会の提供でお送りします。
月に一度のお楽しみ。毎月第3土曜は久場漁協の大竹水産551へ。新鮮なお魚や久場バーガー、小イワシ天ぷら、朝どれ野菜まで。これは楽しみじゃ。何時からかいの？朝9時半から。毎月第3土曜日よ。これは行かないけんの。本日のゲストは大竹市の日本料理魚池の池田正則さんです。こんにちは。こんにちは。あ、よかった。あ、電話で今日はね、はい、本日電話で、はい、はいはい、すいません、電話で。忙しいんでしょうね。お忙しい時間帯だしね、きっとね。今ちょうど、はい、昼が終わりましたので。あ、そっかそっか、はい、その隙間、はい、忙しいとこ申し訳ございません。よろしくお願いします。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、私もね、はい、大竹在住なんですけども、はい、魚池さんっていう名前は確かによく聞くんですよ。あ、そうですか、ありがとうございます。とても有名なお店でね、はい、で美味しいっていうのを聞くんですけども、あ、特に魚池さんっていうのは、まあ、それだけ聞くってことはやっぱり長くご商売をされてるってことなんでしょうか。あ、そうですね、うちが年が明けて2月に創業70周年を迎えるんですよ。はい、70ですか。すごい、70周年。そうです、私3代目で、あの祖父からの代から、はい、続いております。あ、素晴らしいですね、70年。すごい。その70年の歴史の中でこれを食べてほしいっていうおすすめ料理かなんかはあるんですか。はい、そうですね、まあ、いろいろ、その時その時で、それぞれが考えとるんですけど、やっぱり今私の代になって、はい、今ちょうど冬でおすすめは、今温たハマチとレモンっていうのが、はい、よく聞かれると思いますが、はい、やっぱりこれが、今大竹いろんな、ブランド魚に成長しつつあるこのものだと思ってて、うん、で、これがレモンの効果が発揮されるのが冬みたいなので、今ちょうど出荷が冬だけのものなんですよ。だから、そうですね、まあ、大竹の冬の風物詩として今、うん、まさにちょうど今がぴったりかなと。はい、魚の部位によってはお腹のところがいいとか何がいいとかっていう注文もできたりするんですか。そうですね、やっぱり背とか腹とか、まあ、マグロで言えばトロの部分とか、あの辺で味はやっぱりいろいろ油の乗り具合とか違いますのでね、本当に、はい、いろいろ味わいがありますね。食べたいもう食べたいとしか言葉がない。池田さん、なんかその流暢にこう今、まあ、電話ですけどこうお話をね、はい、されてるんですけども、まあ、私なんか割と緊張して、はい、しどろもどろになっちゃうっていうか、はい、そういうなんか、はい、まあ、電話での雰囲気なんですけども、例えばどっかで料理を教えられたりとか、そういうこともされてたりとかするんですか。そうですね、私もともとここに帰る前に、はい、大阪の調理師学校で10年ほど講師をしてたんですよ。調理師学校、うん、辻学園で、はい、辻学園って聞いたことある。そうですね、有名なところですね。で、うん、いいえ、まあ、それでまあ、家業を継ぐために帰ってきたんですけど、うんうん、あ、そこで教えられてたんですね。もともとそうなんですよ。で、まあ、それから縁でいろいろこっちに帰ってからもいろいろ食育活動というかですね、もともとそういう仕事をしてたんで、まあ、こっち帰ってきてからもやりたいなというのは思ってて、まあ、地元の大竹高校に非常勤で教えに行ったりとか、それとか、まあ、小学校中学校とかに、うん、はい、大竹市の猟員組合の一員として出向いたりとか、うんうん、あと、はい、それか、まあ、広島県の食育の講師にもなってますので。あれら、すごいじゃないですか。おとついは雪の方まで行ったりとか。え、雪に、はい、いろいろ庄原行ったり世羅行ったり、いろいろ広島県はそんなに忙しいんですね。はい、食育授業ってどういう感じなんですかね。いろいろ、まあ、テーマをいただきながらやるんですけど、うん、この間はおだしですね、だしについてっていうので、小学校6年生を教えてきたんですけど、小学校6年生、だしについて、まあ、本当に基本の木というか、うん、一番、まあ、掘り下げて、うんうん、まあ、実際にだしを昆布とカツオで引いて味わってもらうというような
まあ、和食なのでね、そう日本のね、やっぱり日本の伝統、そうですよね、世界遺産にもなりましたので、はい、ね、なるほど、はい、そういうことするんじゃね、すごい素晴らしいと思った、食育っていうのは、はい、いえいえ、うん、そうですね、そうやって、まあ、本当にもともとそういう仕事してたんで、うん、あの、まあ、僕も楽しみながらというか仕事の合間にそういうのをちょっとやってます、はい、そういうそのお食育だとか、まあ、いわゆる教えられる、教えられてるんですよね、今ね。そうですね、はい。例えばちょっとこうその皆さんに教えられてるってなると、今日は誰々さんがお見えです的なことで、例えばテレビに呼ばれたりとか、それとか、はい、なんかどっかの審査員で呼ばれたりとか、そういうこともあったりするんですか。まあテレビは、まあ、まあそれと関係なくいろいろ、まあ、取材来ていただいたりとか、取材なんですね、あ、取材でね、うんうんうん、審査員はそうですね、今はあの専門調理師って言って、はい、調理師免許を取得して、はい、6年経つと国家資格の専門調理師っていう、もう一つ上のランクの調理師免許があるんですよ。これ国家資格なんですけど、あ、すごい、あ、国家資格、それの一応、まあ、今広島会場の試験員の一人にはさせてもらってるんですけど、偉い人、偉い人、いやいやいや、たまたま今年から、ね、いいとこですね、参加させてもらってます、うんうん、はい、すごい、うん、そういう世界あるんだ、とんでもない、ね、なんか崇高な人と今日はいやいやいや、うん、そんなことないんですけど、池田さん自身も大竹には在住でいらっしゃるんですか。そうですね、なんか帰ってきて、12年ですかね、もうずっと、もともと大竹生まれなので、で、まあ14年ぐらいかな、関西の方に行ってて、うん、でまた帰ってきて今12年ですかね、はい、ね、職人さんも結構いらっしゃるんです。うちはね、今まあいろいろスタッフがあるんですけど、はい、2人調理場で活躍してくれてる子がいまして、ほう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 、高校卒業してもう本当真っ白な状態で2人とも来たんですけど、はい、うん、まあ、調理師学校、僕は出身なんで、まあ、調理師学校の先輩に電話しても教科書とか全部送ってもらって、でもなんか一から一緒に育てて勉強しながら、その調理師免許取ったりとか、あ、それは魚池さんに、まあ、言ったらその就職されて、そうですね、就職されて、そうです、そうです、その調理師免許を取ったり、一から調理師免許取って、でそのままいろいろコンクールなんかもですね、広島県が主催の、はい、40歳以下の若手料理人コンクールっていうのがあるんですけど、若手料理人、それに、まあ、今回今ちょうど、まあ、第7回大会の募集中で、はい、12月24日までまだ募集してるんで、今まさにぜひあれ出てほしいんですけど、はい、でもそれもうちの今、うんうん、男の子は挑戦中で、あ、出られるわけですか。そうですね、エントリーした、そうなんです、去年の6回大会でその男の子3位になって、3位、ちょっともうその上位を目指して今、うんうん、今年もちょっとチャレンジ中なんですけど、うん、やっぱりそれは、うん、温ハマチとレモンを使った料理なのかな何を使ってるのかな何かな、食材何かな、うん、食材でも広島県がいろいろ今度は県全体のいろんな食材があって、はいはい、あ、それを言い合って、もともとこのコンクールが何ですか、県の食材を PR する県ってどこでもあるみたいなんですけど、大竹城を飛び越えちゃうわけですね。あ、いやいや、ごめんなさい、本当ですね、大竹の話しないと。いやいや、いいんですよ、いいんですよ、その何かそれを作る料理人にスポットを当てたっていうのは広島県が初めてなんです、はい、でそれでこのコンクールを今第7回まで続けてるんですけど、うん、すごいね、うん、うちもいろいろ積極的に参加するようにはしてます。そういうね、それ、うん、そういう話が大竹からこう出ちゃう。いや、すごい身近なところで ね、しかもその賞まで取っちゃう、でエントリーしてるから今回も ね、はい、男の子、その上の先輩の女の子は、うん、第5回で優勝してます、うんうん、やったやったそれは大竹の植木さんから
行かれた方ですね。そうですそうです。2人のうちの1人。嬉しいですね。いや素晴らしい。はい、そうすごいね。いやそんな上池さん本当にね頑張ってくれてるんです、ね、はい。素晴らしいところなんですよね。そんな上池さんにね、ちょっとおねだりかなんかしちゃったり、はい、まあ毎回してるんですけども。はい。なんかプレゼントちょうだいっていう、なんかすいません、厚かましいお願いで申し訳ないんですが、あのはい、バッチリ準備してますので、ありがとうございます。魚池の食事券があるんですけど、食事券、それ私が欲しい、はい、応募しないと、あ、そうだね、応募して、うん、はい、お食事券をちょっと少ないんですけど2000円分これを5名様にどうかなと思ってるんですけど、少なくないです。ありがたいです、はい、ありがとうございます。すごい、2000円分の魚池さんのお食事券を5名様に、はいはい、そうですね、はい、用意しております、はい、それ私本当に欲しいです。すぐ応募しないと私すぐはい、はい、ありがとうございます、はい、もしよかったら、はい、それでぜひ来ていただければと思います、はい、ありがとうございます、はい、たくさんねお話今日お伺いしましたけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。またじゃあこの、そうですね、あの最後のさっき のエントリーの分もね、はい、期待しながら、ちょっと注目しておきたいと思います、はいね、はい、ぜひ注目していただいて、はい、うちも頑張ってますので、はい、はい、ぜひぜひ100年を目指して頑張ってください。はい、魚池の池田さんでした、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。それでは今日の曲に行きたいと思います。ゼロ円カルピスでレイジースーツマン。大竹徳さん、ゴーゴーラジオ。どうでしたか、今日のゲストさん。よかったじゃないですか。しかも太っ腹ですよ。すごい。魚池さんって魚の池って書く、ね、魚の池ですね。池田さんだからかな。あ、しまった。そこ聞けばよかったですね。今度行った時に聞こう。行くよね。大竹ゴーゴーラジオじゃないですか、うん、はいはい、魚池、どっかに池のゴーなのかもしれないですね。そんなことないですね。すごい。そんなことないです。強引ですよね。すごいな、その付け方、ね、でも行きたいですね。でもすごい方とね、うん、まあ、大竹にはねこういう方もいらっしゃって、すごい方と今日は、うん、お話ができたなと思っています。はい、ね、ちょっとちなみですけど、うん、小耳に挟んだんですけど、さっき のコンクールがあったじゃないですか、はい、第1回は池田さんが優勝されたみたいですよ。すごいですね。ちょっと後から聞いちゃったんですけど、別にもう県でトップ取っちゃった。そういうことですよ。県のトップの人の料理食べたいよね。食べたいです ね刺身がいいな。これ応募してゲットしないと損ですよね、うん、そりゃそうですよ。応募先ちょっと聞いてみましょうか。もう一回、そうだそうだ、ここは応募先、プレゼント情報センターの浜地さん。はい、プレゼント情報センターの浜地です。それでは本日のプレゼントについてご説明します。本日は日本料理魚池さんから2000円分のお食事券5人分をいただきました。そのうち2人分はすでにパーソナリティが予約をしておりますので、ありがとうございます。あと3人分ということになってはいませんけども、本当にそれがもらえたらいいんだけどな。希望の方はメールアドレス fm@761.jp、 ファックスの方は0829310761までご応募ください。FM 廿日市の公式サイトのバナーからも応募できます。お待ちしております。はい、浜地さんありがとうございました。ありがとうございました。今日だってさっき の 現地の生の声を聞きましたけど、うん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 、ね、今日手に入らないっていう人もいたぐらい、ね、今はまさにって感じですね。その日に、うん、まあ、例えば今日なら今日で行っても売り切れちゃうというのは結構多いわけですよね、はい、で予約ってか言ってた人がいたね。そうです、だからもう予約を入れてもう絶対買うからって、ね、半身くださいとか、あはは、1本丸々買いますよとか、うん、その予約受付見た、ありますね、見た見た。で先月でしたかね、正月に、どうしても食べたいので年末に取りに行くというその予約の受付も久保漁協、あ、そういうことの予約の受付もできるんだ、博多漁協でしたかな、
で両方でこう受け付けていますっていうことで、なんか用紙なんか書くんですよ、ね、なんかそんな見ましたね、ね、ああいうことでね、うん、おっしゃられたんでね、なるほどね、じゃあぜひ皆さんもね予約して、予約してまだねのとお正月に間に合うから、間に合いますね、ぜひとも、私ハマチもハマチを予約します。あ、ハマチさんがハマチを予約、ハマチを一本半身でよろしいかと思います。その半身一本を買って2人で分けちゃおうかな、ハマチさんとね、はい、あ、分けてるところに行っていいですか。でそうすると3分の1になってるね。でもそれぐらいね、例えば地元の人もそうですし、遠方からもねちょっと注文が入るような、うんうん、で先ほどその広島方面のことも言っておられたんですけども、大竹ってのはたまたまね一番端っこの西の端っこですから、県境を越えて山口県の方からも結構いらっしゃる、特に岩国、そうですよね、岩国市からもね、うんうん、結構お客さんが来られるみたいなんですよね、はい、どしどしまたね、うん、どんどん有名になって、ね、うん、どんどん活性させてほしいですね。あ、手に入らないかも、手に入らないよ。この番組は日本の食卓を豊かにする大竹ブランド工場委員会の提供でお送りしました。それではまた次回新年1月15日にお会いしましょう。さようなら。一緒にサタデーナイト、せめて最後のダンスはオーロカロン、クリーンと瞳に谷間を寄せて、じゃあねとつぶやくステリカン、食べたかあの日の広島青年会新春公演会の話題、2016年関東25年会までの2019年の兄さんもお疲れ様でございました。ありがとうございました。今日もありがとうございました。ありがとうございました。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。切っていいのかな。お、スペシャルギタリスト何もしてない。スペシャルベーシスト、ディレクター、スペシャルピアニピアニキピアニキスト、なピアニピアニカピアなピアニピアニカってなんていうの。ピアニスト、あれでもピアニカは商品名やから、鍵盤ハーモニカやけん、鍵盤ハーモニスト、鍵ハーモニストでいい、鍵盤ハーモニカ全部やん、ドラマ、ドラマ。それではそれでは切りますよ。それではさようなら。